はじめにお祈りを持って始めさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。ここに私たちをあなたが招いてくださり、心から感謝します。どうかこれから語られます賛美とメッセージの上に、あなたの力と栄光と強い臨在が注がれ、私たちの上に豊かに注がれますように。共に等しくこの恵みに預かれることを心から感謝いたします。このより主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこれから東京アントケ教会ヨセフ三本松牧師によって賛美を持って始めていきたいと思います。お願いいたします。それではお立ちになる方とも立ち上がって賛美の時を持っていきたいと思います。私たちの賛美の中に住
捧げます、常しえ捧げます、捧げます、常しえ。あなた方の唇からこの一切のつぶやきを捨て、感謝と喜びを満ち溢れさせていきなさいと主はされます。あなた方は信仰を用いていくその中で、主は圧倒的な勝利を与え、主の計画のうち、主の祝福のうちにあなた方を導いていこうと主はされます。さらにこれからの働きにおいて、あなた方は全国目を覚まして祈り続けていきなさいと主はされます。主はあなた方に祈りの一つ一つを導いていかれ、また導いた祈りの結果を見せていこうとおっしゃっています。しっかりと主の導きに従って祈り続けていきなさいとおっしゃっています。この感謝と賛美の民として私が立てたお一人お一人は私の目に尊いものであると主は仰せられます。あなた方の感謝を通し、賛美を通し、お一人お一人を立て上げるとともに、私はこの群れを立て上げ、また終わりの時代に多くの者たちにこの働きを推し進めていくと主は仰せられます。それ今許されている一つ一つのことからにおいては、徹底し感謝の対応を取り、信仰の対応を取り続けていきなさいと主は仰せられます。それではさらに賛美の時を持っていきたいと思います。もう一度心から主を賛美していきたいと思います。ね、ハレルヤ。どうぞお座りください。ここで神の国と神の義を賛美しながら献金の時を待ってまいりましょう。献金感謝のお祈りを FRH 教会大重牧師にお願いいたします。ご愛の天のお父様、感謝いたします。今日も変わらないご愛をお一人お一人に注いでください。この東京カリスマ聖会、素晴らしい賛美隊の方とともに賛美を捧げ、感謝を捧げ、そして今献金の時をも備えてくださりありがとうございます。これを聖別し、ご自身のご栄光のために用いてくださることをありがとうございます。このインターネットを通しても数えきれない多くの方々がこの東京カリスマ聖会に参加しておられることをありがとうございます。主よ、あなた様の御器を通して今晩もさらに語りかけを与えてくださり、ご自身の語りかけに応答するものと私たち一人一人を
さらに作り変えてくださいますからありがとうございます。今日も多くの辞める方々が今栄養士を求めておられます。ここに来ることができない方々もおられます。主よ、あなたが全能の御手をもって癒しをなし、奇跡をなし、さらに賛美隊へとお一人一人を加えてくださることをありがとうございます。尽くしませぬ感謝と願い、イエス様のお名前によってお捧げいたしました。アメン。アメン。感謝します。セミナーの時になりました。東京アンティオキ教会、久保田牧師にお願いいたします。皆さんこんばんは。最初に聖書を開きたいと思います。旧約聖書の第一サムエル記の15章の22節、私は2版を使ってんですけど、2版だと449ページになります。それでは、第一サムエル記の15章の22節を読みます。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。それでは最初にお祈りさせていただきたいと思います。愛聖様、こうして東京カリスマ聖会の中でカリスマセミナーをあなたが与えてくださることをありがとうございます。どうぞこれからの、セミナーの時を主が導いてくださり、どうぞお一人お一人に分かるように主が語ってくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。改めて皆さんこんばんは。またインターネットの皆様、おはようございます。そしてこんにちは、こんばんは。今日からですね、実はそのセミナーの方が新しいシリーズに入ります。でこの雲日の方から出てる御声に聞き従うのの、第一章という方をですね、今日から、行わせていただくことになりました。ですのでもしまだお持ちでない方はですね、くもの日の方で出てますので、この御声に聞き従うの一章ですね、一章とともに、今新しいのは二章ってありますけれども、セミナーの方はまずこの一章の方行い、最初に出た方ですね、こちらの方をやらさせていただきますので、こちらの方をですね、ぜひ、お求めください。で、実は私は土曜日から中部地方に行ってまして、名古屋の先まで行って、中部の賛美大会の方に、行って、それから私が名古屋で、牧師をしてた時に、救われて、そして洗礼を受けた方がですね、実は、4月30日に昇天されたんですね。でそれでそちらの方の前夜式っていうのが昨日の夜ありまして、また今日の午後からは昇天式っていうのがあったんですね。でそちらの方に出てこちらの方に戻ってきました。で、まあ、その中でつくづくと感じたのは、ね、その吉田清さんっていう方なんですけれども、とてもいい方なんですけれども、77歳だったんですね。でつくづくと感じたのは、あ、本当にクリスチャンの死っていうのは素晴らしいなっていうのを改めて思いました。まあ、天国への凱旋っていう言い方をすることもあるんですけども、本当にまたそこに、こう信じる者がこうイエス・キリストを信じる者は天国に行って、そして、この私たちがイエス・キリストを信じている者はそこで、再会できるっていう確かな確実な、この約束があるんですね。だから本当にこう希望があるし、本当に素晴らしいことだなっていうことをですね、改めて感じました。で、セミナーの方に入っていきたいと思います。
でこの御声に聞き従うパウロ秋元牧師が書かれた本ですけれども、その横にですね、虹の横に、もし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないという御言葉が、ハバクク書の御言葉が書いてますけど、これ どういう意味かっていうと、この私たちの胸に対してですね、神様がリバイバルの約束として与えてくださった御言葉が、このもし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないと、その御言葉が書いてます。開きます。黙示ってとこなんですけれども、これを見るとですね、1章から12章まであります。それとともに序章っていうのと、この終章、終わりの章ってあります。 ですので全部で14章、あることになります。でそこにこう説明があります。本書はこの御声に聞き従う一章は、月刊恵みの雨、新生運動発行1992年1月号から12月号に掲載された連載を一部修正し、序章終章を書き加えたものですと。だからもともとはその恵みの雨に秋元牧師が連載されたもので、その12章プラス序章と終章を加えたということですね。でその後にこう書いてます。本文中の数字、年齢や教会数などの多くは掲載当時のものをそのまま残していますと、こう書いてます。だからどういうことかっていうと、これから一緒に読んでいく中でですね、たったそれ、例えば教会数って言ったときに、そんなに少ないのっていうぐらいの、そういった数が出てきます。でそのままの数字っていうのは、掲載した時の数字って言葉は何が分かるかっていうと、その時と比べて神様がいかに大きな働きをその間に成したかっていうのを私たちは知ることができるんですね。ですので読んでいく中で、たったそれでしかなかった、それぐらいだったので、それと比べて今こんな働きが進んでるっていうのをこう読みながらですね、知ることができます。で続きをいきます。4ページ目に、先ほど読んだ御言葉ですね、第1サムエル記の15章の22節の御言葉が書かれています。主は主の御声に聞き従うほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝ると、でこの御言葉が書いてあるんですね。それで聞き従うことがおかしいっていうような批判があるそうです。で実際聞き従うことはおかしいということを言う人もいるそうです。だけれども、ぜひ覚えていただきたいのは、今読んだ第一サムエル記の15章22節にどう書いてるかっていうと、主の御声に聞き従うっていう言葉が書かれてます。だから聖書に聞き従うっていう、御声に聞き従うっていう言葉がそのまま書かれているってことをね、まず覚えていただきたいと思います。それと同時にどうなのかっていうと、聖書全体を通しても、一章からアブラハムの話が出てくるんですけども、神様の声に聞き従った時にどれだけ神様が素晴らしいことを成したのか、あるいは聞き従わなかった時にどういう問題が生じたのかっていうことを知ることができるんですね。でどういうことかっていうと、この御声に聞き従うっていう言葉は実はこの聖書の根幹的なこう教えであるっていうことをね、覚えていただきたいと思います。ですのでこれからね、御声に聞き従うを学んでいくわけなんですけれども、ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。で特にこの時間っていうのはカリスマセミナー、いろんな賜物についての学びをずっとやってきてるわけなんですけれども、じゃあその学びの中でね、なぜこう御声に聞き従うを学ぶかっていうことについてちょっと触れたいと思います。で予言とかいろんな賜物の働きが今こう出てきてますし、またますますこれから出ていくわけなんですけれども、でその時ですね、一つ重要な土台があります。でそれは何かっていうと、この御声に聞き従っていく、神様の声にが語られる声に聞いてそれに従っていくっていう土台が、賜物の働きにおいてもですね、非常に重要だってことで覚えていただきたいと思います。
というのは神から の, 素晴らしい、こう予言とか、まあ、もちろんちゃんと吟味してしないといけないんですけども、それが語られたとしても、神からのことが語られたとしても、もしもその聞いた人が聞く耳がなかったとしたら、それはどんなに神から来た賜物が通しても語られても、それは聞く耳がなかった、あるいは言い換えると御声に聞き従うという土台がなかったら、それは益にならないということですね。まあ、例えばの話ですね。今度はベンハーがですねリメイクされるってね、まあ急に映画の話になってしまうんですけども、ワクワクしてるんですね。1959年にチャールトン・ヘストンさんが出て、ベンハーってすごくアカデミー賞11部門賞を取ったすごい超大作ってありますけど、参考前に 見たことある人どのくらいいます？すごいですね、すごい数見てますね。で今度それはリメイクするそうなんです。でそうするとですね、でちょっと脱線してすみませんね、あのベンハーっていうのは面白いところは、それを書いた原作者がいて、まあ、政治家をやったりいろんなことをやってたんですけども、その人はキリスト教を撲滅するためにこう自分はこれから本を書くってこう宣言したんですね、友達の間で。それでこれから私はこうキリスト教を撲滅して、それがおかしいってことを証明する本を書くっていうので宣言して、どうしたかっていうと、いろんな資料、山とこう資料をですねこう集めたそうです。そして研究に研究を重ねていったんですね。でところがですね、ある時に急にですね、その中で分かったのは、イエス・キリストが主であると、でこれが誠の神だということが分かって、どうなったのかっていうと、一生懸命キリスト教を撲滅するために本を書こうと思って研究してたんですけど、彼はその中でイエス・キリストが本当に誠の神であるということが分かってですね、でどうなったかっていうと、このイエス・キリストを証明する映画を本を書いたんです。それがベンハー。だからベンハーっていうのはその後にテイル・オブ・クライストって書いてて、キリストの物語って書いてるんですね。だから映画ってすごく福音的、まあ、キリストの時代を表している映画なんですね。なぜそう脱線したのかちょっと分からなくなったんですけども、例えば、まあ、神様がねベンハーの映画がいいから見に行きなさいと仮に言ったとしますよね。だけれども、まあ、いや私はいいですって言って拒否したとしたらね、神様せっかく見に行きなさいって言ってにもかかわらず拒否したら、それを通しての祝福を受けることはできないわけですよね。だから賜物を通してもね、神様が私たちにいろんなことを語ってくださいますけれども、それに対して御声に聞き従うという土台がないと、実は祝福を受けることはできない。どんなに素晴らしい賜物が開かれてきたとしても、それに対して聞き従って本当に神様を言われるならば従いますという土台がないと、その祝福を受けることはできないということをね、だからこの学びというのはすごく重要なんですね。よく死の十字架クリスチャンセンターは予言の教会であるとか、なんかそういうように言われる方もいるみたいですけども、実はですね、死の十字架クリスチャンセンターは予言の教会ではなかったんですね。一番最初に秋元牧師と同道者の牧師さんがですね始めた時に、主に語られたのは徹底して主の御声に聞き従っていく、そのことを語られたんですね。そしてとにかく神様に従えるようにっていうのを祈っていきました。でその中でね、分かってきたのは、一つのことを神様に御心かどうか確認していくのに膨大な時間がかかっていくと。でその時にもっと早くもっと正確に神様の御声に聞き従っていくことができるようにっていうように必死に祈っていかれたわけですね。でその中で教会がスタートしてから半年ぐらい経った時に、予言の賜物、予言の働きが始まったんです。でそれに関して神様に確認を持っていった時に、まあ、進めなさいっていう形でスタートしていったんですけども、で分かったのは、もう徹底して神の声に正確に、この迅速に従うことができるようにとの、その祈りの答えがこの予言また賜物の働きであったってことが分かっていったんですね。だからもともとは賜物の働きがあって、求めてそこから行ったんじゃなくて、御声に従うことを求めて進んでいく中で、その祈りの答えとして賜物の働きが開かれ、また賜物の働きが進んでいく中で、より正確に神様の御声を従っていくということがさらに開かれていったっていう経緯があるんですね。だからこの御声に従うというのはもともと聖書の根幹的な教えなんですけど、と同時に
この、まあ、主の十字架の胸においては本当にそれを最初に神様に語られて、まあ、30年経ちますけれども進めているということをね、覚えていただきたいと思います。で、次に序章というところですね。ここにこう書いています。神のなさることはすべて時にかなって美しい、伝道者の書3章11節ってこう書いています。で、神様がなさることはすべて時にかなって美しい、だから全部ですよね。で、思うんですね。私も昨日京都昇天式、そして前夜式に出ました。で、その中でね、もっとなぜこの時に神様は召したのかなっていうね、もっと長くいてほしかったなとか、そういう思いはあるんですね。だけれども神のなさることはすべて時にかなって美しいとあるので、全部ね、私には分からないんですけども、でもこれが神様の時だった、最善の時だったんだなっていうのを、まあ、信仰によって信じています。そしてこの御声に聞き従うの一章なんですけれども、恵みの雨にこう連載されてたんですね。そしてこれを本にするっていうように語られたんですけども、なかなかその最終的な神様からのゴーサインが出なかったそうです。ところがですね、1997年なんですけども、1997年の7月に、実はインドネシアチームっていうのが出たんですね。で、そのインドネシアっていうのは秋元牧師が献身をしたの、されたのは奥山実宣教師の集会の中でインドネシア宣教の話を聞いて献身されたっていうのがもともとだったんですね。で、それからインドネシアの道はなかなか開かれてなかったんですけども、約30年経った1997年の7月にそのインドネシアチームっていうのが開かれたんですね。ものすごくですね、死の時ってすごいですよね。どういうのが開かれたかっていうと、インドネシアにプラビオマウトさんってもうちょっと昇天されたんですけども、そういうリーダーの方がいて、1700 の教会のリーダーの方 でその方に、インドネシアに行って宣教したいと、どっか奉仕する教会ありませんかっていうね、身も知らずのプラビオマウトさんにそういうファクスを送ったんですけども、そしたらですね、開かれたのは、ベタニー教会っていって東南アジア最大の4万人の教会、それとともにシトボントっていうところにある殉教者を出した教会、その2つの教会で、ね、奉仕することになったんですね。で、それが1997年の7月です。でその時にですね、神様が秋元牧師にこのことをこの御声に聞き従うのの最終章に書きなさいっていうように語って、でそれでこの本が出ることになったんですね。で、これを書きなさいってことだったんですね。で、それが1997年の11月です。そしてそれから14年経った2011年の11月に、今度は御声に聞き従うの第2章っていうのをこうが出版されたんですね。だから14年経ってたんですね。だから、まあ、神様が14年サイクルでこの言葉を導いてるっていうことが開かれてきたんですけども、まあ、確かに神様のなさることは時にかなって美しいし、神様が語られたことが時が来た時に、ね、インドネシアの話も本当に30年間ね、それで宣教して、それで献身したにもかかわらずなかなか開かれなかったんですけど、一旦開かれた時のその大きさとかね、凄さっていうのは本当に素晴らしいなと思います。で、一章に入ります。神は私たちに語りかけてくださるっていうところで、創世記の12章の1節から4節です。そちらを読みたいと思います。読みます。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると。で、この創世記の12章の1節から4節で、神様がですね、アブラムに対してこの語られたんですね。で、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいということで、この時点では
どこに行きなさいっていうふうには具体的にはまだ語ってないんですね。だけれどもアブラムはどうしたのかっていうと、信仰によって神様が言われた時に出て行ったんです。75歳って書いてますね。その後75歳であったっていうことが書いてます。で、それから数千年経ってるわけなんですけども、この言葉って成就してるんですね。で、私はエジプトのカイロに住んでました。石油会社の駐在員と。で、その時ですね、その期間に私はイエス様と出会ってですね、救われたんですけれども、ドライバーにですね、アブラハムさんっていうのがいたんですね。で、そのアブラハムさんは、何者かっていうとイスラム教徒だったんですね。で、そうなんですね。で、イスラエルに行った時にアブラハムさんっていうユダヤ教の人は結構たくさんユダヤ人の人はいるんですね。で、クリスチャンでもどうなのかっていうと、アブラハムさんってたくさんいます。では、エイブラハム・リンカンというのはクリスチャンですけれども、アブラハムさんですね。で、どうなのかっていうと、今読んだ創世記の12章のあなたの名は、祝福となると書いてますけれども、まさに本当に数千年経った時ですね、アブラハムが神様の声に従って踏み出していった時に、アブラハムっていう名前は祝福の言葉となって、で、多くの人々がですね、その名前をつけるようになっているわけですね。例えばの話ですけども、みんなソロモンって名前はあまりつけたくないと思うんですね。出だしは良かったとしても、最後ものすごくこけてしまったわけですね。偶像礼拝までして とんでもないことになって しまったんで、祝福の名前ではないと思うんですね。だけどもアブラハムは祝福の名前としてですね、ここに書いているようになっています。で、続けていきたいと思います。信仰の父であるアブラハムは神からの言葉を聞き、それに従い行くところを知らずに旅に出ました。その結果彼は大きな祝福を受け、先の言葉にあるすべての約束の成就を見ることができました。で、もちろんそのアブラハムの家系からイエス、救い主であるイエス・キリストが出てきて、そして祝福となっているわけなんですけれども、じゃあアブラハムがなぜ祝福されたのかというと、神の言葉を聞いて、それに行く先は分からないにもかかわらず従って出ていったということが祝福なんですね。だからこの御声に聞き従うということは、実は創世記、今開いているのは創世記ですけれども、旧約聖書の創世記から新約に至るまで至るところでこう書かれている、極端な言い方をすれば、聖書66巻は御声に聞き従ったものと御声に聞き従わなかった結果の、そのまとめであるようにいうぐらいにですね、この御声に聞き従うということはすごく重要なことなんですね。で、聞き従うということは信仰の実践であり祝福のもといです。ですから本当に実際に神様が語ってきた、語られるわけなんですけれども、その具体的に語られたときにそれに従うかどうかということが実は試されてくるわけなんですね。で、よく神様が語られるっていうことを言ったときですね、クリスチャンでもなんかちょっとおかしいっていうように感じる方とかね、あるいはちょっとなかなか神様は今でも語られるんですよっていうのを皆さんがですね、誰かにこう言うときですね、ちょっとこう言いにくいなっていう体験を持った人はいないでしょうか。で、だけれども実際に聖書を読んでいくとですね、神様はアブラハムに語られたと同じように、今日も同じように神様が私たちに語ってくださるんですね。そして私たちが同じようにアブラハムにが神様の言葉に従っていった時に祝福されたように、私たちも神様が語られた言葉に、ちゃんとした意味は必要ですけれども、従っていく時にこう素晴らしい祝福を見るということを実際に誰だって体験することができるんですね。なぜそうなのかっていうと、聖書の中にはイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですと、全く同じイエス様がですね、アブラハムに語ったと同じ神様が今日もおられて私たちに同じように語ってくださるし、また私たちがその声に従っていくときですね、祝福されるということは同じなわけなんですね。ですので、これはアブラハムだけの話だってね、もちろん
信仰の父であるから私たちはこの手本にすべきですけれども、だけれどもアブラハムだからっていうわけじゃなくて、私たちもアブラハムと同じように信仰を持ってですね、神様を語る言葉を聞いて従っていくときにですね、同じように祝福されるし、アブラハムが祝福のもといとなったように私たちもその祝福のもといとなっていくということをね、覚えていただきたいと思います。ですのでこの御声に聞き従うということはものすごくですね、この私たちの信仰生活の土台であるということをね、覚えていただきたいと思います。それで今こうリバイバルという神様すでに始まっているということを語ってくださってますけれども、神様は私たちに語っているのはこの御声に聞き従うということ、聞き従うということと、あと感謝の教えがですね、実はこのリバイバルの大切な土台であるということをね、覚えていただきたいと思います。それではですね、ここで閉じたいと思います。愛する様、今日から御声に聞き従うの第一章が始まりました。主よ、どうぞこれからの学びを主が祝福してくださり、私たちがアブラハムがそうであったように、私たちも神の言葉を受けたときに、そのこと言葉をしっかりと吟味し、神から来ているならばその通りに従っていくことができるように、どうぞ助け導いてください。どうぞ私たちがさらにより正確に聞き従っていくことができるように助けてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それではこれから東京アントーキ教会パウロ秋元牧師に賛美とメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。